私たちはフォーサイト専任講師です。新鮮な情報をできる限り早く届ける、これだけ見とけば十分合格できるよっていう範囲で、そうですね、期待してもらっていいかなと思いますね。今ですね、フォーサイトの社員として活躍してくれている北川くんにですね、いろんな意見を聞こうと思うんですが、フォーサイトの元受講生の立場として、ぶっちゃけ北川さん、はい、フォーサイトってどんな、はい、そうですね、もともと教材を使っていた時から思っていたんですけれども、やっぱりその過去問題集がこう問題があってすぐ右のページに解説があるので、すごく使いやすいなと思っていたんですけれども、実際自分が入社してみると教材を作る苦労だったりとかすごく感じています。じゃあ逆に北川さんからさ、誰かに聞いてみたい人っている？じゃあ武田さんどうですか？そうですね、保育士の、講座の中で私は保育実習理論という、音楽だったり図工だったりというちょっと特殊な分野を担当しているんですけれども、特に音楽の分野は本だと分かりづらいというところがあるので、講義の中でもキーボードを使って音で聞いていただいたりということで、テキストだけではお伝えできないところ、映像でお伝えすることによって少しでも分かりやすく、皆さんが試験の時にしっかり点数を取っていただけるようにということを念頭に置いて作成しました。映像っていう思い出した、例えば北川さん、なんか動画がついていたのが良かったって。そうですね、やっぱり教科書読んでいるだけだとどうしても自分では理解できないところもあると思うので、やっぱりそれを人が喋ってくれると、あ、そういうことなんだっていうふうにイメージがつきやすいんじゃないかなと思います。受講生の皆さんに隙間時間を活用するために設定しているルールがあるんですけども、川本先生、なんかそこで大変だったとか、もう苦労話でもいいし、もちろんこだわっている点でもいいので、なんか教えてください。そうですね、15分ルールなんですけど、やっぱり受講生の視点からすると、やっぱりその15分っていう短い時間の中でこうパッとこう集中して聞けるのでいいと思うんですけど、私の場合も本当もっと15分もう20分30分喋りたいなっていうふうに思うところもあるんですけど、そこは講義の収録の前にしっかりと自分のポイントは絞って、書き出して受講生にしっかり自分の言いたいことは伝わるようにはしているっていうところが、自分の15分ルールに対する、あれですね、ポイントになるかなと思いますね。真面目。はい、根は真面目なんですよ、私。根はってことじゃあ表は、表はふざけてるわけですけど21年対策としてフォーサイトではバーチャル講師というですね、講師がデビューしています。そもそもバーチャル講師って何っていう方もいらっしゃると思うので、大野さん、はい、バーチャル講師の説明お願いしてもいいですか？はい、バーチャル講師、私たち講師たちが、監修して作っているんですけども、簡単に気軽に勉強してみようかなっていうものを、伝えられるキャラクターが説明するものではあるんですけども、しっかりした綺麗な声の方がお話ししていて、さらには内容はしっかり私たちが監修しているので安心して学習できるものだと思うので、両方見て、日によって内容も比べていただければなというところですかね。本当にバーチャル講師の良さ、難関資格になればなるほど勉強の回数をどんどん回していく必要があるわけですね。そういう時に、例えば1週目はリアル講師で受けたけれども、2週目はちょっと目先を変えてバーチャル講師で行ってみようかみたいな、そういう使い方もできる。ここまでですね、長時間収録、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いよいよエンディングになるんですが、感想とか、なんか言い足りないと、これ言わせてくれとかあります？武田さんから聞いとくから。今日の感想はありますか？安心してますね。はい、安心してます。その教材に対するこだわりであったりとかをこうリアルに聞けたというのはとても楽しかったです。皆さんこうやっぱカメラの前になったら、やっぱり普段と違う感じの雰囲気で、すごいやっぱりプロなんだなっていうふうに思いまして、私の次に皆さん上手だなと思ったんですけど、残るからね、これはカットないですこれは流れますからね、はい、普段こう机を並べて、仕事をしている皆さん、普段も私服なんですけどね、今回みんなスーツでこうバシッと
決めてっていうのはなかなかこういう機会ないと思うので本当に参加できて楽しかったなというところと、あとこれから皆さん YouTube 等でですね私の講義ぜひ聞いていただければなと思いますので、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。こうやって皆さんと話す機会は初めてなんで、とても興味深かったですね。皆さんのその教材に対する思い入れとても良かったです。こう収録という場で実際に教材に対するこだわりなどを聞いていると、ちゃんとフォーサイトってこだわりを持って教材制作をしているんだなっていうことが改めて分かって、皆さんにいいコンテンツを提供していかないといけないなっていうふうに決意を新たにしました。ちゃんと伝わってるか分かんないですけど、なんかすごい皆さんのいいキャラクターが出てるのかなと。教材についても話せてよかったですし、まあ、この講師の人たちの魅力がちょっとでも伝えられていればいいなと。最後にですね、講師の皆さんからいろいろ意見いただきました。で、私としてもですね、まあ、2021年、我々講師はもちろんですが受講生の皆さんが飛躍するために一生懸命皆さんをバックアップしてきますので、しっかりと皆さんもついてきてください。資格講座のフォーサイトで私たち講師と一緒に合格目指して頑張りましょう。